dabei, 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 ja. Dabei, 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 ja. のいろんとテンション上げ上げ、こんにちは、ほのぼのでイエ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 イ。今回はですね、久しぶりにイオンホールに行ったということで、こちらで買ったものを紹介したいと思います。まさこ、まさこだよ。北条まさこです。イエス。ということで、今回ですね、おばあちゃんとおじいちゃんといとこと一緒にね、おーばんがおーばん、ぺっぺらいぺっぺらい、それ子供使いだね。で、新学期になるから新しいお洋服買いなってことで、お小遣いをいただいちゃって、こちらの言っていい、これ福沢諭吉。福沢諭吉、ありがとう。諭吉諭吉諭吉って言うよね、それ豆っちみたいな。一斉の卵卵卵っちということで、紹介したいと思います。2人とも1万円1万円もらったんですけども、一応それは今回のお買い物で使っていいよっていうプラス小遣いだよみたいな感じだったので、全部は本当は使おうと思ったんですけども買えなかったんです。私も使わなかった。はい、まあ、とりあえずマミコからも新学期だからみたいなので買っていただいちゃったものとかもあるので、一回だけは TU とハラはそうだね、買ってもらった、うん、それ以外は全部自分で買った。はい、それでは紹介していきます。じゃあ、なんで今日のタイトルはお小遣いで買ったイオンモールでの購入品紹介でございます。紹介てれてれてれ。それでは紹介していきます。じゃあ、まず最初に言ったザラロリエ、ザラロリエ、ここではですね、私が一着購入しました、はい、こちらはまみこさんが、あれかわいいじゃん、てれてれてれの今日のスタイルでやっていきます。はい、そのスタイルでいきます。あの、歌いと思っても俺らのやり方でてれてよ。で、こちら何かと、もうちょっとうざい、うざい、うざい、自分たちだもん、俺らのやり方でいい、うざ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 い、俺らのやり方でこれ今回買ったのほのぼのっぽい感じではない。なんかほのぼの最近こう地雷系走っちゃってて、まあ似合ってるし可愛いとは思うんだけど、でも個人的にほのぼのやっぱこっちの方がしっくりくんのよ。私は春休みキャンペーン企画っていうことで、春休みに垢抜けるみたいな、皆さんやってる方いるじゃないですか。春休みにこういろんな服装が似合う女になり、そしてメイクもそういう感じにし、そしてもう足も痩せて顔もスッキリして、あらまっぺれジミンということでですね、こんな感じでこうバリバリ肩パッド入ってて、これもう一回り小さいサイズにしようかなと思ったんだけど、着た感じね、肩がちゃんと回せる感じで動きやすいのが良かったのでこれにしました。何サイズ？ S サイズ。 XS と S で俺は。そう、おいくら、まあウェーン、おいくらのウェーン、6000円ぐらい。6990円、7000円やないかい。これマミコに買ってもらいました。フィねえよって、ごめんなさい、ごめんなさい、せーよ。ということでこれ一着だけ買いました。やっぱ、ね、私は思うんだけど、モデルさんってもどのジャンル着ても似合う人のことをモデルさんって言うと思うの。だからそれになりなさい。子供の頃はそうだった。ちっちゃな頃は似合ってた、でも大人になって、あれちょっとまあそれはね、あれちょっとっていうジャンルもモデルさんの中であると思うんだけども、それをどううまく着こなすかっていうのを研究していきたいと思います。この春休みで、はい、頑張ってください。こう春休みっていう今言葉をいっぱい使っていきたいと思います、はい、じゃあ交代交代紹介しましょうか、はい、続いてのるのを買った服なんですけど、ふん、これね、ママにね、あ、ねねねね、あそこのふんって場所行こうって言ったら、ママがファンねここで買ったお洋服なんですけれども、ここね、もう安い服が、私もそこで買った、私セットアップの服がずっと欲しくて、セットアップの服が欲しくて買っちゃいましたよねって話して、 H&M もあったよね。そう、 H&M も見たんだけれども、なんかあんま今日しっくり来なくって、でも服買いに行ったからやっぱ服買わなきゃってことで、服はママが買ってあげるよって言ってくれたので、じゃあって言っておねだりして買ってもらっちゃいました。上が6999円が安くなったんですよ、これ。でも 40% オフで2799円、両方ともフリーサイズになってます。はい、それがこれ で私ね、春用のジャケットがマジで持ってなくって、ザッサッサザンサイサイザンサイサイサイザンサイサイサイヘイで、ズボン違う、3999円が 40% オフで1599円だった。た安っ、た安っ、た安い、た安い、た安い、ごそうでござんしす。これすごいかわかんない、これでセットアップできる感じです。全然見えてないんですけれども、インスタに写真あげてますので見てください。この前のんちゃん見てたけど、その黒ハイネックにさ、これつけるとさ、うん、ちょっとこれ
仕上がりがバーバリーです。でしょ、見えるでしょ。いやマジそうなの。いや見えてきちゃうから。いやもうやめてくんない。はあのね、このアクセサリーつけることによって全ての服が高級に見えるの。いやマジでそう。前に少しだけ話したんだけれども、私結構高いブランドのお洋服見るのが好きなのよ。買うのはちょっと買いたいけど、ちょっと高校生だから運動だけ頑張ってもむずいかなって感じで、見るのが好きで、この安い服をいかにハイブランドを着てるかのように組み合わせるかっていうのをいつもファッション選ぶときのコンセプトにしてるんですけれども、なんでこれめっちゃいい。ホントそれかわいいでしょ。これからも頑張ってください。応援してます。はぁ、あ、ということでセットアップ買いました。これ多分今後たくさん着ると思いますので楽しみにしてください。いただきました。こちら私もフィンで買いました。フン違うよ、ファン。そうです。私はパーパーパーテテテテレテテテ。じゃあ私こちらのスカートを買いました。あ、いいじゃん。でほのぼの最近マジで腹回りがやばくて、昔買ったあのレビビとか、うん、小学生の時に着てた服もうアウト。マジで違うの、長さがね、お腹は大丈夫なんだけど短すぎて、短すぎて。何その足の成長しちゃったみたいな言い方。足が長くなっちゃって腹立つ。当たり前体操。なので新しいのが欲しいなと思って、最近このなんて縫ってあるのがさ丸見えみたいなのが、私結構前からこれ着てたよ、このタイプ。ちょっと黙って。で新しいの欲しいなと思って買いました。こちらですね、3599円がですね、なんとなんとなんと 50% オフで1799円になりました。安っ。もう本当に島村価格なんよね。島村めっちゃ可愛くね。今日はこれ着て2人ともジャケット羽織りながら届けます。ほのぼの紹介者私が次でね、フランフランで買ったものをご紹介いたします。せーの、フランフラン。フランフランではですね、私結構勉強するときに飲み物を飲むことが多くて、私も多い。モンスターとかモンスターとかモンスターとか、モンスター飲まないんですけど、あとお茶。私はいつもコーン茶のヒゲ茶を飲んでるんですけど。それグクが飲んでたらしいよね。あれ韓国のやつだよ。ちょっと下着てみるね。今ちょうどさ、ちょっとブルマしか入ってない。やばい。ブルマドランソカ行きたいね。見てください、これめっちゃオシャレじゃないですか。最近流行りのオーロラの、なおかつね、これ何がオシャレって見て、え、それコップなのにこの形で壊れちゃうじゃんと思った。そこのあなた見てください、こうやって立てるんですって。バカオシャレ。なんでこんなオシャレなの、助けて。ごめん、助けられません。ごめん、今シンガポールにいます。すごい可愛いと思って買っちゃいました。これ何種類か色があったんですけども、私はこのオーロラちゃんにしました。値段気になる方はいると思うんですけれども、教えません。こちらのコップ1000円です。ちょっとお高めなの。よろしゅう。え、めっちゃ可愛い。ちょっとそれ貸して。え、これこれなんでだよ。いや、このね、ちょっと白が見えてんだけど、これもね、あの一応高いところのやつなんだ。そう、それいいところですね。ママのやつね。あ、もともとママ子だった。ママ子、ママ子だったの。ママム、ママム歌ってみて。ヒッペンペペペノーエルバルアクション、アクションチャスキーアチュプルバクション。歌詞わかんない。 I love me。 入れ恋参観日に。おばさん、は？全然おばさんじゃないんだけど。いいじゃん、超かっけー。開けて、で、これあえて肩落とす。あー、いいね。ビオル、ビオル、せーの、グッチーブラリー。マルジェラが欲しい。じゃあこれでちょっと私にも感謝。すごい、なんか防具とか乗ってもおかしくない。はい、続いてこのものお願いします。GU、GU の紙袋。臭くない。臭くないね。私、本当に新しい服に挑戦しようっていう今キャンペーンをしてます。はいはい。やっぱちょっと首元寂しいね。ちょっと寂しいから返してあげる。何がいいってね、喋り口がいいんだよね、このネックレス。そう、ネックレス浮かべるしか。ちなみに私このネックレスがなかったらもう死んじゃう。マジで新しい服買いました。え、気になる。私 GU 行ってないの。そうなんだよ、この人なんかちょっと、いや、ちょっと外で座ってるっつって、でベンチで寝てるっていう。で、こちら、お、へえ、こういう感じの、ちょっとね、量産は入ってるんですけど、じゃあ1990円の L サイズ。そうだよ、こうちょっと大きめにね。へえ、いいじゃん。水色、新しい色かなって思って。いいじゃん、新しい服の色が水色。この何が可愛いって、ここね、カッパみたいでしょ。そう思った、私もカッパって突っ込むと思った。カッパみたいで可愛い。こうね、はい、うちやっぱシャツが好きなのかな、うん、家にある服ほとんどシャツ締めてるんですよ。シャツかパーカーで締めてるから、確かに。やっぱちょっと春っぽい、黒だとさ、まあ、ちょっと暗めな感じになっちゃうから、うん、春っぽい感じで色物をね買いました。おー、なんかそれっぽいこと言ってますね。でもう一つあるんですけども、もう一つは黒なんですけど、うん、いや本当にそれ履くって言われちゃうかもしれないけど、最近私ズボンにハマってまして、ここがねキュッてしてて下がふわってちょっとなってるズボンが欲しくてですね。あー、いいじゃん、いいじゃん。あ、これちゃんね、ほんとずっと今も今日見て、
キス足大好き人間なんですね。なんで本当に冬でもキス足なんですよ。今年の冬全部キス足だったな、思い出。だからさ、全然さ寒いの泣いちゃってなったんですけれども、とうとう長ズボンデビューをされるみたいです。このズボン1990円。続いてデデン、こちらプラザで買ったものを紹介します。はい、見て、すっごいダサいこの写ってるところ。前にインスタでも少し紹介したんですけど、リピリピリピートしちゃった、リピリピこれすごく良くて、今ここに塗ってるのはこのリピリピのジェルタイプを塗ってて、ジェルタイプもめちゃめちゃ良くて、こっちは、こっちはジェルタイプ派、あなたはどっち派？私クリーム派なんだけど、クリーム系なんですね。1200円です。ちょっと次マミコのなんだけど、さっきのザラで紹介すればよかったんだけど、私も本当はザラカバン欲しかったんだけどなくって、私が欲しかったカバン、ゆうちゃん足長くない？マミコが春と夏用のカバンを買ってました。月を照らした、はい、こちらですね、3990円、ほぼ4000円でございます。サンキューパー、サンキューパー、サンキューサンキューパー。あ、これにね、はい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 、ちょっといっちゃっていいですか、ちょっといっていいですか。こんな感じのズボンになってて、かっこいいじゃん。めちゃくちゃいいんだけど、やっぱちょっとここ物足りない？やっぱここ GG って書いてないと物足りないよね、のんちゃん。グッチ？グッチの財布が欲しい。違う、グッチの財布も欲しいんだけど、あのチェリーがついてるさ、GG って書いてある。リリー、リリー。てれてれて。話進まないんだけど。かぶり。ダシンダンの前、オーダイの前。なんかラウールに見えていた。あれ、ラウールくん、あれ、足元さん、ちゃん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 来ちゃったね。で、あのここに GG って書いてあるグッチのベルトが欲しい。あのさ、DD こうやってさ、つけてさ、ちょっとチラって見える GG がかっこいいんです。マジで、それをつけてるマジの男子、マジかっこいい。ここに DD って書いてある人が好き。次はこれ、あー、ダシのモデルやってる、ウィゴームじゃん。今回限りです、あなた次回から私になるんで。は、全然決まってないんです。はい、これ私が買ったやつです。ちょっとこれ紹介長くなるんですけれども、私ですね、この前紹介したね、このオープンワイトのコスメを買ったんですけど、ちょっとそれについてたバッグがおしゃれすぎて普通で使えないということで、この紐だけ使いたいということで。じゃあちょっと貸してほしい、うちあれ使いたい。いや、あれね、まず、あ、使いたいとか、うちも思ったんだけど使えなかった。私が使えればいいって思ったじゃん。使えない、使えない。いや、うちだったら使えるからって思うじゃん。使えない。こちらのバッグ2090円なんですけれども、それにこのホワイトがつくことによって6万円になります。ちなみにそのコスメのやつは円でございました。まあホワイト価格なんだけど安かった。で、これ真っ透明と黒ですっごい悩んだんだけど、腹詰まった。え、めっちゃ可愛くね、皮目なんだけど、え、もしかして私ディオール着てる？いや、でもオフホワイトコールだよね。え、すんごいおしゃれな人みたい。おしゃれだよ。おしゃれだよね。こういうポーズ、私今日触れこれ。今日のうちの顔パンパンすぎちょっとない。え、めっちゃくない？こういう、私こういうポージング大好き。最近ちょっと毎日メイクを極めまして。え、すっごいいいこの角度。めっちゃくない？ちょっと見て。はい。ほんとポージング決めてちょっと今。はい。めっちゃいい。え、かっこいい。めっちゃいいじゃん。口開けちゃってない？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この分ね、その先ほど言っていた春休みキャンペーンのですね、まあ、これもね、初めての出会い、初めてのときめき、新しい服買っちゃったやや、初めてのオーバーオール。いや、オーバーオール別に初めてではないんだけど、黒とちょっとダボっとした感じのオーバーオール初めて買いまして、こちらのお値段が3635円でございます。安いね、オーバーオール。めちゃくちゃ可愛かった、うん、これにさ、ニット帽とかかぶってたらさ、かわいい。一緒にそれで下北行きたい。やっぱオーバーオールと言ったら下北っていうイメージがある。下北、下北うちも行ってみたい。じゃあ続いていきます。見てください、楽器チョップ行って楽器買っちゃいました。こちらカリンバでございます。さっきからマンダリンマンダリンって言ってるんですけど、私ね、これカリンバですって。で、これ結構音楽チョップ買うことが多くて、あ、これうちやってほしいのある。テレテテレテテレテテ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 。あのさ、これ音楽ショップに行ったら絶対売ってて、なおかつ高そうに見えてめっちゃ安いので、3種類ぐらいあって、2000円3500円4000円っていうのがあって、4000円のやつ買っちゃいました。一番高いの買っちゃった。なんかさ、指サックみたいなのあるんですけど、カジサックさん
で、これ舐めてました。私ピアノ弾けるんで、ピアノとシュッシュみたいな、よっしゃよみたいな思ったら全然難しいの。さっき弾いたんだけど全然弾けない。いきます、ダイナマイト頑張ります。ちょっと弾きます、弾きます。イエー、ハイヘイさんとかでよく流れてるやつ、うんうん、たまに高い音入ってきて、うん、それっぽいのやめてって感じで、この楽器買いました。ちょっとこれギターっぽいさ、うん、なんだかしそうなんですけど、これ TikTok 映えします。あ、ほうちゃん、ほうちゃん、いじったらダメ。ここいじったら音か来る。私もこれ直す方法わかんないから、本来だって私はね、こっからドレミファソラシだと思ったんだけど、真ん中からドレミファソラシドでこう片方ずつダンス教えてんのかな。1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8 あって感じでございます。で、最後に一つ、これお前紹介すんのやってものを紹介します。あ、じゃあ先に紹介していいですか。じゃあ紹介しちゃいます。今日日付は3月25日、流れる季節4月の真ん中でということで、昨日発売だったテンテケテン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 、ツナイ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 買ってました。ツナイツナイ、ね、うちも買うと思って、ツナイツナイツナイやめたで。なんか私もすごい悩んだんです。今回ちょっと、はい、トイコとか入ってる感じなんですけれども、前回に私アルバムを3つ買ったんですよ。3携帯すべて買ったんです。で、もうそれでお金が破産しすぎて、ちょっと4携帯買ってる。あ、そういうことだ。黙ろうか。前回4携帯買った。黙ろう。私人生で初めてです、アルバムを3つ買うという行動出たのは。なんでもう、じゃあ私の方が先輩だから。先輩、先輩お疲れ様です。なんで、ちょっと次のシングルは申し訳ないけど、お金が貯まった時に通常版買おうと思ったんですけれども、売ってるかな、やっちゃったじゃん。通常版違います、初回の B です。本当はミュージックビデオが見たかったから A も買おうと思ったんだけど、そんなお金はどこにもありません。あ、これ見せてる。あ、中に入ってないんだ。いつもうちこう、ね、中にバーコードと QR コードがいっぱい。ね、かっこいい。ちょっと騒ぎます、ね、ごめんなさい、騒ぎさせていただきます。今日はこの後これを見て眠りたいと思います。なんかこれかっていうか、全員のやつが入ってる。あー、かっこいい。それ恨みしちゃいけないや。うん、そうだね、こういう感じで。かっこいい、いいじゃん。これいずれ多分トレカも出てくるよね。やめて、トレカだけはよして。私もう無理だよ、トレカとかで、ね、かっこいいね。はい、ありがとうございます。ということで、ハローハロー、アメリクイーンス。まあそれもセクシーゾーンだけど違います。ということで、やっちゃいましたよって話でした。まああんたがまたが作るって聞いたから私も落としちゃって、よんって話だよね。見てください、私アニメートに行きまして、またですね、呪術廻戦のグッズを購入いたしました。よっしゃ。まずこちら、五条悟さんの、五条悟さん、いやマジこれがこういうのね、わかるかな。ええ、もしかしててれつっててれつて、こんな感じでしたね。これはファイルでした。いくら万円したの。440円。すごい匂い、クリアファイルの匂い。私早くあんたのお尻を見たい。続きましてこちら、クリアキーホルダーカサッコっていうんですか。何それ。両面スクナと五条悟さんを買いましたね。180円もするの。そう、1個880円で2個買ったんで。ちなみにこちらの CD 1500円でした。かわいい、かっこいい。その場所の流通回線のコーナーにはなかったんですけど、レジに売ってました。こちらカプリコクリアキーホルダー1個660円のを2個買ったんで、1320円で、全部の合計が3525円になってます。これはですね、私は五条悟さんと犬巻トゲくん、トゲトゲトゲくんを狙います。お、それでは本坊さんにやる推しの開封いきます。いるかな。この前の編集大変だったから。見ちゃダメ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 、見ないよ見ないよ、上を向いて、へい、歩いていこう、へいへい。まだわかんないの。わかんないよ。せーの、そうそう、ピッて引こうぜ。せーの、シャン。ありがとうございました。こちらの動画、犬巻トゲくん出ました。ありがとうございます。カブトムシだ。おやばい、見せろ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 よ。
てあげて。ねえねえねえね、これのキーホルダーのところはどこにあった？こちらが出たみたい。なんかキーホルダーのところどこやったの？いきます、3、2、1。めぐみ、牛黒めぐみ。私呪術回戦見てないみんな、ね、わかんないですけど。だから思うんだよね、これ牛尾さんいつも削りたいからさ、レジンでもやろっかなとか思うんだけど、そういうことやっちゃったらちょっとかわいそうな。ここで次何言ってるかわからないということでですね、今回ほのぼのさんすごく騒いでらっしゃいました。あなたは犬巻くん当てることが多いだと思うので、ぜひよければ犬巻くんも押してあげてください。押してます。え、両面つくのこれ。両面つくの好きなんだよ、牛尾さん。あ、そうなんだ、よかったじゃん。この前さ、鈴木さ、両面スクナ言ったじゃん。あ、両面スクナ好きなんだ。好きだよ。スクなんだ。ということで、ほのぼの呪術回戦開封おめでとうと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。今ね、ちょっと私、すぐすぎて頭が痛くなりました。はい、私も頭が痛くなりました。この動画を終わりたいと思います。ノエランの可愛いお洋服見れてよかったと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。私もセクシーゾーン買ったよってヒート、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の生グルをしましょう。バイバイ。オラのやり方でーやー、バイちゃん。そんなしつこくなかったね、今回ね。セクシーゾーンチキ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 。低くなり響く音、透明。